はい、皆さんこんにちは、たかまるです。今回はブランケットの編み方を紹介したいと思います。大きさは横が約98センチ、縦が約60センチになっています。目数は5目1模様になっていますので、5の倍数プラス4目で計算しました。今回は119目59段編んでいます。ブランケットとしてもいいですし、ソファーの上にかけてアクセントにしてもいいと思いますので、よかったら編んでみてください。それでは材料の紹介をします。糸はダイソーさんのメランジテイスト。カラーナンバーは182ライトブルーです。材質はアクリル 100%。重量は約 50g、約 90m。かぎ針は7から8号が目安になっています。バーコードはこちらです。で、こちらのメランジテイストを9玉使いました。それとかぎ針は7号針を使用しています。あとは閉じ針とかハサミを使っています。マーカーは特に使っていないです。今回の材料は以上になります。それでは編み方の紹介をします。実際のブランケットは作り目を119目作っていますが、動画の方は編み方の紹介ですので、作り目を19目作って編んでいこうと思います。それでは作り目を作って編んでいこうと思います。キュッと絞って、これは1目ではないので、今から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19ですね。19目編みましたら、こちらにマーカーをつけておきます。わかる方はつけなくて大丈夫です。今から細編みをしますので、鎖1つで立ち上がって、こちらのマーカーをつけているところから始めます。こちらが1目目。1目目、一応マーカーをつけておきます。で、細編みばかりを1段編んでいきます。もう増減とかはないですので、平らに編んでいきますので、そのまま、細編みを19目編んでいきます。ではこのまま最後まで編んでいきます。それでは1段目の細編みが編めました。2段目は長編みになります。長編みですので鎖3つで立ち上がります。1、2、3。3つで立ち上がって編み地をひっくり返します。こちらの3目が1目になりますので、お隣の2目目のところから長編みを始めます。2目、3目、4目と、こちらもそのまま長編みだけですので、編んで、最後まで19目まで編んでいきます。それでは2段も編みました。3段目を編みます。3段目はまた細編みになります。鎖1つで立ち上がって、編み地をひっくり返して、1目目、細編みばかりです。1、2、3、4。4目編みましたら5目目のところで引き上げ編みをします。細編み、こちらですね。長編みがあって、そのもう一つ下の細編みを編んでいるところを、こう針を刺します。横に針を刺します。こうですね。こちらに針を刺して、糸を引っ掛けてぐーっと、糸を持ち上げてきて、こちらの高さまで来ましたら、キュッと、引き抜きます。で、こちら1つ飛ばして、これはもうここが、1目になっていますので、次こちらですね。裏から言うと、ここが入っていて、こちらが飛ばして、こちらです。こちらを1、2、3、4目編みましたらまた引き上げ編みをします。こちらの引き上げ編み、こちらですね。こちらの細編みの時に1つ下の段の細編みをこう開います。でこのまま持ち上げてきて、こちらまで高さが揃ったらギュッと引き抜きます。こんな感じですね。でまたこちらは飛ばして、そのお隣から1、2、3、4目編みましたらまたこちらを引き上げ編みします。こちらで長編みで、この下ですね、こちらを横から2本こう取ってぐーっと持ち上げていきます。こちらまで糸が揃ったらギュッと編みます。であとは細編みを1、2、3で4目ですね。もう1目引き上げを5目目のところでしていくことになります。編み方としては細編み長編み細編み長編みと順番にしていくだけなんですけれども、細編みの時に引き上げ編みをしていくというのをしていこうと思います。3段今編めましたので、次4段は長編みです。長編み 1、2、3 鎖3目で立ち上がって、編み地をひっくり返して、こちらは1目目ですのでお隣から2目、3目、こちらはもうそのまま何もなしの長編みばかりですので、このまま最後まで19目編んでいきます。それでは4段目が終わりました。次5段目、また細編みになります。鎖1つで立ち上がって編み地をひっくり返して、1、2、3、4と編みましたらまた引き上げ編みをします。こちらで長編みで、こちらですね、この前に引き上げをしているこちらを拾ってもらったら、横にこう拾ってもらったらいいと思います。でこちらをぎゅーっと持ち上げてきて、ぎゅっと持ち上げてください。よいしょ。で1つ飛ばして、こちらからですね、1、2、3、4目編みましたら、こちら前段で引き上げてますので少し分かりやすいかなと思います。こちらを横に拾ってぎゅーっと持ち上げていきます。でこちらまで高さが揃ったら引き抜きます。でこちらまた1つ飛ばして、こちらですね、1、2、3、4と編みましたらまたこちらが引き上げになります。こちらを横に拾ってぐーっと持ち上げてきて、これぐらいで大丈夫ですかね、ぎゅっと締めます。で次また細編みが1、2、3、4となります。これをずっと好きな高さまで、続けていってもらったらと思います。編み地はこんな感じになっています。引き上げを高さが揃うところまでぐっと持ち上げて引っ張ってもらったら、こんな感じになるかと思います。それでは119目で59段編んできました。最後は細編みで割っています。で最後1周縁編みをしようと思います。こちら糸がつながったままなんですけれども、こちらをこのままつなげていこうと思います。鎖、その前に一度こちらに引き抜いて、こちらから1、2、3と鎖を編んで、長編みの未完成を1つ、長編みの未完成を2つで一度に引き抜きます。でお隣のこちらの長編みの最初のところにずっと編んでいこうと思います。引き抜いて鎖を123で長編みの未完成を1つ、未完成をもう1つで3本を一度に引き抜きます。でまたこちらに一度引き抜いて鎖を123で長編みの未完成を1つ、長編みの未完成を2つで3本を一度に引き抜いて次こちらにまた引き抜きっていうのをずっと繰り返していこうと思います。それではこちらずっと編んできました。こちらの角まで来ましたら一番最初の目の頭に針を入れて引き抜き編み、糸端をちょっと整えておいてで、引き抜いてから123と鎖を編んでまたこちらに長編みの未完成を1、2と編んで3本を一度に引き抜きます。次1目2目3目目のところに針を入れて引き抜くでこちらでまた123で長編みの未完成、長編みの未完成で3本を一度に引き抜くまた123目目のところに針を入れて引き抜くというのをまたずっと繰り返していこうと思います。では1列編んできました。最後目数が1目合ってないんですけれども 1、2、3、4 目目のところで引き抜きたいと思います。でこちらまた鎖を1、2、3と編んでこちらに長編みの未完成を1つ2つ編んで引き抜くで次はこちらの、長編みのところに引き抜き編みをしてこちらからまた123と長編みのところに編んでいこうと思います。長編みの未完成を引き抜いてでこちらですね長編みのところに針を入れて模様を編んでいこうと思います。角はこんな感じになっています。1目くらいでしたらこれでいけるかなと思います。ではこのまま続けて模様を編んでいきます。それでは1列編んできました。最後こちらで止まっています。こちら一番最初の目の頭に針を入れて引き抜きます。で123と鎖を編んで長編みの未完成、長編みの未完成で3本一度に引き抜いて123目目のところに引き抜き編みをします。でまた123と模様を編んでいきます。こちら角はこんな感じになっています。もうこちらで最後ですので最後まで編んでいこうと思います。それでは最後のところまで編んできました。123目目のところに引き抜いてもう一つ編みたいと思います。123で1つ2つ長編みの未完成引き抜いてで一番最初のこちらにここがいいですかね。こちらに引き抜き編みをしておきます。で、あとは糸処理をしたいと思います。角はこんな感じになりました。ではこれで縁編みも終わりました。それでは最後に編み方ですが、細編み長編み細編み長編みと1段ごとに編んでいます。細編みの時に引き上げ編みをしていますので、こちらをぐーっと糸を引き上げて高さを揃えて編んでみてください。編んでいる時も膝に置いていると暖かかったです。割としっかりしていますので、丈夫で暖かいと思います。よかったら参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。